キュリエイト。妹。ニンニンデイズ。Thank you.
腹が空いたの。世間がどんな風に動いているのか知らなくちゃいけません。そして何よりも世間に溶け込むことができないといけないんです。
修行が終わるまで里に戻ってはいけないっていう掟があるから誰にも頼れないんです。そうですね。主様に助けてもらえなかったら今頃空腹で死んでいたかも。一般の恩を返さなくちゃいけません。恩には義をもって応えるべし。我が家の家訓なんです。主様の忍びとしてお仕えいたします。私一生懸命頑張りますから。主様、もう少し体力をつけなくちゃダメじゃないですか。なんでって、屋根伝いに主様を追いかけてきましたから。腕が多いですね、主様。そう、でもそういうのは後から考えたらいいかなって。修行なんです。主様に仕えることができなかったら、修行を達成できなかった落第忍者って呼ばれちゃいます。いないことはないんですけど。公園の長椅子に座っていたら、ご飯をおごってくれるって言ってくれたおじさんがいたんですよ。でもそのおじさん、お尻とか胸とかを触ってきたから、縄で縛って逃げてきちゃいました。主と忍びは衣食住を共にするもの。常に寄り添って生活することで、お互いの信頼関係を高め合うんです。さあ早く帰りましょう、主様。
ましたよ。はーい。あ、そうだ。私を呼ぶときはスミレさんじゃなくてスミレでいいですよ。私は主様にお仕えしている身なんですから、主様がかしこまってたらおかしいじゃないですか。それじゃあ私のことを呼んでみてくれませんか。はい、何でしょうか主様。私も普通に喋るようにするね。え、でもこれ主様の寝具でしょ。忍びの私が使うわけにはいかないよ。でも山での修行が多くて野宿することも多かったから、こういうふかふかは初めて。
主様が用意してくれたものなら何だってごちそうだよ。ね、早く食べよう。忍者は現代にもいるんだよ。私の里だけじゃなくて、いくつか別の里だってあるし。それじゃあ特別に忍術を見せてあげる。そしたらきっと信じられるから。
ってるでしょ。これで信じてくれた？手裏剣術が見たいって言ったのは主様なのに。しょうがない。それじゃあとっておきを披露しちゃおうかな。いいからいいから。あ、あそこちょっと危ないかも。やけどしちゃっても知らないよ。いっくよ。忍法カトンナ術。何ってカトンナ術だけど。あ、水遁の術の方が良かった。こう見えても私は里茶一番の見習い忍者だったからね。どんな術だって使いこなせるんだよ。手品って？